ングショーとか。トーナメントコースのいいところは広い。メキシコがラウンドデビューなんですか。そうです。お腹がいっぱいになりました。はい後半、はいはい、スタートします。で後半は、まあ、13番ホールから私が7日の日にラウンドレポーターでこう横でついてみて、あ、ラフに入ってますみたいな、ラフで止まりましたみたいなことをやると思うんで、はい、そういうのも意識しながらコースをよく見ていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。増田さん、後半への意気込みとか、はい、後半は心さんにアドバイスいただいたポイントを必ず直せるように頑張ります、ね、はい、すごい大事なんで、この砲台グリーンは右が突っ込むとボールがどんどん浮かなくなっちゃうんで、そうですね、右意識して、私も右意識して、はい、私もなんで頑張ります。はい、はい、お願いします。お願いします。縦振りすぎちゃう。お願いします。右サイドすぎる。じゃん。あ、おお。まあ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 、ちょっと下くぐっちゃったかも。もうダメだ。うん、いいです、いいです。当たってきました。よし、ありがとうございます。やっぱね、トーナメントコースのいいところは広い。難しいけど、こうティーショット打つポジションは広いですね。フェアウェイがこう大きく使えるイメージはあるかなと思います。気をつけたいのはウッドで下くぐって天ぷらになること。うわ、虫が目に軽く握って、4バウンドで、これグリーンの傾斜ってこうですか？ちょっとこうなってる感じですね。あ、こういう感じ。すり鉢みたいな。はい、難しいんだよね、こう微妙な距離が。具合が増してる。頑張れ頑張れ、ちょっと止まれ、やっぱ止まれ、やっぱ止まれ頑張るのやめろ。本形です。このホールは、はい、打ち下ろしで池があるんですけど、かなり奥に、そうですか、池があります、はい。まあ、ティーショットで入ることはないけど、そうですね、2打目
ちょっとかかってきないもんですね。これやっぱ左側に置かないとですよね。そうです。ですだけどバンカーあるもんね。バンカーがあります。でもこっからで210ヤードで上げてる感じにはなりますけどね。キャリーで210いりますバンカー。あ、いります。上げてますし。了解です。じゃあ怖がらずに割と左狙い気味で、はい、真ん中から左で、はい、奥の観覧車狙い。観覧車を見て下は見ない。なんか今新しい感じのボールだったね。変なの。もうすっごい嫌いこうなってんの。でこっち行けじゃん。そうです。もうすっごい嫌だ。すっごい嫌だよこのホール。で、しっかり回転。なんか変な動きになった上で、ウィンウィンって。大丈夫？いや、いいと思います。いや、なんか変な動きになってる。こう来てなんかウィンウィンウィン。なんかこうまっすぐのとこで打たしてくれないね。こんな感じでこう傾斜が多いフェアウェイもだからなかなかこうバランス取るのが難しいです。砲台グリーンはグリーンの形状をちゃんと見ましょうね。そっからあ早い全然手前だ、もっと。あ、やっぱこれじゃ遅いか。ポッピンです。よし、ボギー。はい。OKOK。 ゴルフってなんで始められたんですか？はい、ゴルフは初めて始めたのがメキシコにいた時で。メキシコ？はい、そうなんです。え、なんかそれは出張みたいなやつですか？あ、いい、向こうでちょっと一時期仕事をしていた時があって、はい、その時お客さんに連れて行っていただいたのが初めて。じゃあメキシコがラウンドデビューなんですか？そうです、はい。なんてメキシコ行ったことないか分からないけど、なんか贅沢なのかとか、すごい暑そうだし。そうですね。でもロレン、オチョワ、ロレナオチョワ選手がすごく、はい、有名で、すごいメキシコもゴルフに沸いている時だったので。そうなんです。なんかびっくりなきっかけでしたね。あ、なんかもっとなんか上司に誘われてとか。なんか彼氏がやってたんでとか。あ、メキシコ、うん、そうなんです。暑い国で始めました。はい、びっくり、びっくりでした。ですよあれ。多分こっから見てたら普通ですけど、あれ入ったら多分最悪です。なんですが狙います。右バンカー越えぐらいのイメージで行ってみよう。
埋まったかもしれない。埋まったかもしれないですね。目玉になったよね。でもなってないね。ちょっと転がったかもしれないですよ。ちょっとだけ下ってる感じ。この辺は平らです。はい、フックが強く見えるんだね。はい、だからちょっと右ギリギリぐらいかなって思うんですけど、はい、いや、うわ、惜しい。なんで、惜しい、なんで入ってくれないんだ。もう困る。パーが取れない。全然ツアー ECC レディースゴルフトーナメントが7月5日から開催されます。私、さゆさこころも本戦取材に行っちゃいます。詳細や当日券は概要欄のリンクにあるので、そちらを参考にしてもらえたら嬉しいです。現地に来られない方もトーナメントの模様がなんと生放送されちゃいます。なんでぜひ ECC の YouTube チャンネルでご覧ください。みんなで一緒にトーナメントを盛り上げましょう。バイバーイ。